はい、本日はですね、美女が選ぶ、マウンテンパーカーのランキングを発表していきたいなというふうに思います。こちらの方にね、ずらーっと僕が持ってるマウンテンパーカーを並ばさせてもらって、計18点かなあるんですけども、18点あってですね、美女といえば以前も出てもらったリホちゃんに中継がつながっておりますので、そちらの方つないでいただいて、でそこからねランキングを発表していただくということになってるんですけども、リホちゃんが出てしまうと僕の方一切見てもらわれないので、先にルール説明みたいな簡単にしておきますね。実はこの18着あるうち、もう全部さっき着用はしたんですよね。で着用してリホちゃんにもう何の先入観もなしで、もうパッと見てどれが一番かっこいい、トップなんぼかランキング選ぶ、で逆にこれはちょっと嫌やなみたいなのをワーストで選んでいってもらおうと思ってるんですね。まあ、っていうのもなんでかって言ったら、例えば買い物とか行くじゃないですか。で買い物とか行ってたりしたら、あのマウンテンパーカーやったら嫌やでやとかっていう風に彼女が言ってくれたりすることもあるやろうし、あと例えばカフェとか行ってね、リホちゃんみたいな綺麗なお姉さんが行ったとして、あのマウンテンパーカー行けてないなとかっていう風にどういう風に見られてるかって、男子分からへんじゃないですか。だからそういうお声をちょっと聞かせてもらって、あくまでこれ機能性とかじゃなくて、もうパッと女子が見た時に、あ、この丈感が嫌やとか、このサイズ感が嫌やとか、この生地感が嫌やとか、この色が嫌やとかっていうのをね、女子はどういう風に見てるんだろうというのを、発表してもらいたいなという風に思いますので、中継先のリホちゃんにつなげたいなと思います。では中継先リホちゃん、こんにちは。こんにちは。前回に引き続き本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。前回反響結構あって、また出てもらいたいってことで、わ、嬉しい、はい、ありがとうございます。お呼びさせてもらったんですけども、はい、実はこれ2回目なんですよね。テイク2なんですよね、そうなんです。ついさっきね、もうありがとうございましたで締めたところで締めたんですけど、動画撮れてなかったっていうことで、またもう一回ちょっと先のリハーサルということでね、撮らせてもらえばいいと思うんですけど、視聴者の皆さんからしたらわけわからんと思うので、はい、もうとりあえずこれが第1回目なんだという気持ちでやらせていただきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今日はマウンテンパーカー僕ずらっとこれ並べさせてもらって、さっきね着用してる様子っていうのを見てもらったと思うんですけども、はい、その時にはほんまに細かい説明は全然せんと、色とか形とか、そういうのだけ見てもらったと思うんですけど、選んでいただきたいなと思います。ということで、今日の流れとしてはですね、まずトップランキング5位から5、4、3、2まで行って、でその後1位に行く前にワーストでちょっとでもこれは色としてどうなんかなとか、ちょっとなんか素材が微妙やなとかっていうのを、この18個ある中なんで、強いてワーストをつけるならどれですかっていう話して、で最後1位に行って終わりたいなと思いますので、はい、あくまでリオさんの独断と偏見でお願いしますね。そうしますね、私の好みで、はい、よろしくお願いします。じゃあトップ5の方からですね。はい、お願いします。はい、まずトップ5の、5番目からいきます。はい、5番目、番号で言いますね。はい、6番目と12番目。まずアークテリクスのゼータ SL っていうジャケットと、ノースフェイスのデニムのマウンテンライトですね。そうです。これすごい迷ったんですよね、どっちにしようかなって。普段、私が無難に多分選ぶんだったら、黒のアークテリクスだと思うんですよ。私アークテリクスの結構シルエットとかがすっきりしてて綺麗だなって、こう女の子でも綺麗に着れるかなって思って好きなんですけど、だからアークテリクスいいなって最初思ったんですよ。でもなんか拓蔵さんがさっき、実はこの紺ってデニムインディゴなんだよって教えてくれて、でマウンテンパーカーでデニムっていうのすごい珍しいなって思って、私すごくデニム好きだし、サイズ感もあえて L サイズを選んだっておっしゃってたんですけど、全然違和感なかったし、お似合いだったのでその2つを選びました。はい、ちょっとアークテリクスってやっぱりこう綺麗めなイメージがある女子会でも、はい、そうですね、なんかみんなどうかわかんないけど私はそう思っちゃう。やっぱデニムってあれですかね、男っぽいからいいかもしれないですね。そうですね、ちょっと、男の子っぽい感じ好きです。せっかく着るならなんかそのアウトドアを、第4位は8番目、ノースフェイスの、レイジプルオーバーですね。これは普通に可愛いっていう印象、このオレンジと、オレンジとこのブルー、こうちょっと青っぽい、紺っていうよりはこの青っぽいその組み合わせって、なんか寒い国の外国の子供が着てそうなイメージがあって、なんか全然派手っていうよりかは可愛い、なんか普通にこう雪国とかで着てて、
なんかあったかそうだし、手袋して帽子かぶっても全然可愛い、違和感ないなって思いました。これでも男の人ってあんま派手な色着いひん人多いですけど、これぐらいやったら意外と合わせやすそうですね、うん、黒もあるしネイビーもあるし、うんうん、確かに。なんか私小さい時に、うん、あの父親が海外出張多くて、で、そうそう、それであの海外から買ってくる、うん、なんかお洋服がそのお父さんの趣味でそういう派手な、うん、なんか LL 瓶とかの、あ、はいはいはい、フリースとかを着せられてたんですよ。でもかえって子供とかからしたらこうグッてかぶった方が着やすいし、まあ、うんうんうん、私たちは大人だからそんなの関係ないかけど、大人ですね私たちはね。そうそう、大人だからね、はいはい、でもなんかね可愛いかなって。確かに大人の男性が来たらそれこそまあいいかもしれないですね、うん、ギャップで萌え、うんうんうん、かわいい、ちょっとこうかわいらしさが出るかなっていう。ではすみません、次第3位の方お願いします。はい、3位は9番目ノースフェイスマウンテンジャケットですね。はい、これすごい迷って、これもねあの黒のあの、うん、アクテリックスの、6番目に出してくださってちょっと迷ったんですけど、うん、はいはいはい、さっきの第5位のやつと、はいはい、あ、第5位のやつ、パッと見確かに似てるし、うん似てる、うんうんうん、なんかでもノースフェイスの方がその生地がしっかりしてるよってあの、うんうんうん、タクゾさんが教えてくださってて、うんうんうん、確かにあのなんかパキパキそう、なんかしてるっていうのがすごい伝わってきたんですよね。でしかもなんか黒が濃いんですよね、こっちの、うん、うん、私ロゴもしっかり、なんかアークテリックスはちょっとこうロゴが控えめだけど、うんうんうん、なんかこう確かにノースはしっかり入ってるから、なんて言うんだろう、うん、アウトドアのド定番って言ったら私はそっちだなって思って選びました。なるほどなるほど、確かに同じ黒でもブランドによってやっぱ色がだいぶ違うし、うんうんうん、ちょっとアークテリックスの方が薄い感じが線でもないというか。そうですね、黒って女性から見ても結構男らしい感じ、うん、そうですね、というかやっぱり女の子もそうなんですけど、黒は何にでも合わせやすくて万能なアイテムなんですよね、うん、でそこに素材が合わさるとさらになんか男の人がなんか強そうというか頼もしく見えるから、はいはい、せっかくそのアウトドアで着るんだったら、うん、しっかりしてる方を着てほしいなって私は思いました。なるほど、黒ばっかり着よう、わかりました黒似合うからね。では次は第2位に行きたいなと思います。2位、じゃがじゃがじゃん、10番目の黒かけるカーキのノースフェイス、はい、それでレインテックス、単純にあのカーキはすごいアウトドアの色といったら、うん、カーキかける黒っていうイメージがあるし、かっこいいかっこいい単純にかっこいい色、あ、間、うん、色の合わせ方だと思いましたね、うん、キャンプとかに行くってなった時なんか、うん、そういう色を着てる人多いのかな、なんかでも、うん、タクゾーさんにすごくお似合いだったし、うん、カーキ黒っていうのはとても素敵だなと思いました。あ、早速着てる、なんか金髪にそれ本当に似合いますね。しかも白い T シャツとかもすごい合うし、うん、白 T って絶対みんな持ってるから、うんうん、何でも合わせやすい、うん、そうそうそう、開けててもいいし合わせやすいんだろうなって思いました。なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、じゃあこれ2位来たまま行こうかな次は第1位に行く前に、ワードを3つ、まあ無理くりに選んでもらって、まあ、こんだけ18個もあるんやったら下から数えたら順位でやったらどんなもんですかっていうのを選んでもらってるんで、その辺をちょっと発表してもらいたいなと思います。ワーストはあの、はい、トップは5からだったんですけど、あの、はいはい、今回18着のうちそんなすっごい嫌だっていうのが多いわけではなかったので、うんうんうん、第3位から発表させていただきたいと思います、はいはい、ワースト3は16、17、18番、そっとしてる系ですね。うん、そう、なんか別にデザインとか色が嫌っていうのは全くないんですけど、説明してもらった時にちょっとだけこう聞いた時に素材が薄手だよっておっしゃってて、そうなるとなんか春先しか着れないのかなとか、その襟も立たないしって言ってたから、これちょっと心もとないのかなって、はいはいはい、マウンテンパーカーとしてその風を通さないでこうなんか寒さを防ぐっていう意味では
ちょっと、うんうん、あえてワーストを選ぶのはその3つかなって思って、それ同率3つで選ばせていただきました。うん、じゃあまあ別に使い方がまた違うかったら、それそれなりやろうけども、うん、まあ、マウンテンパーカーで男っていうと、もうちょっとこうガシガシした感じとか。うんうんうん、そうですね。じゃあまたランキングが違うかったら、これも上位に入ってくるかもしれないということが、ワースト3です、ね。うん、逆に女の子だったら着れるのかな、なんか似合うのかな。でも確かにそうかもしれないですね。これは僕あの4名今着てるんですよ。ああ、そうなんですね。だって柔らかい感じやから、なんかまあ、うんうん、女性の方とか合うかもしれないですね。そうですね。だからごつくな、うん、なりすぎないから柔らかいから。あ、そうか、そうか。あ、そうか、確かに女の人の方が似合うかもしれない。私のワースト2位は、うん、これかな。真っ赤な感じ。そう、なんか赤は好きなんですけど、うん、この赤はすごいビビッとすぎて、うんうんうん、私にはちょっと派手なのかなって感じてしまいました。山とかならいいかな。でもなんかこう、うんうん、一緒にお出かけをそこの辺で普通に行くとかだったら、うん、あの人めっちゃ真っ赤ってなりそう。うん、なんか同じ赤だったらなんだっけ、なんかオレンジっぽい赤のユニクロのやつの色だったらまだ可愛かったかも。はい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 、これですね、うん、これがユニクロで、こっちがホームベルなんですけど、うんうんうん、ユニクロの方がちょっと落ち着いた、まあ、落ち着いてはいる、なんか同じ赤でもこっちの方がまだ落ち着いてる気がする。ではすみません、次ワースト1位お願いします。はい、私のワーストナンバーワンは、はい、5番目のマンゴーさん、多分言われると思ってたと思うけど、うん、クマに襲われるとか、その本当になんか山とかに行くとか、うんうん、本当のキャンプに行くとか言うんだったら、その色は目立ってすごく適してるのかもしれないんですけど、その2番目、そのワースト2でも説明した通り、うん、ちょっと派手すぎかなって思っちゃった。普段一緒にお散歩とか行くとかピクニックするとかで使うんだったら、うん、まあ、ちょっと派手になっちゃうかなっていうのが私の個人の意見。なるほどなるほど。って考えて、やっぱりノースレスとかってこういうちゃんと切り返しがあるのって考えられてますよね。単色やったら使いづらいかもしれない。ああ、確かにそうですね。真っ黒よりも確かにちょっとバイカラーの方がおしゃれ感があるかもしれない。ほんで、じゃあそれが以上ワーストってことなんですけど、これは別にあれですよね。そもそも何かが悪いとか全然そういうのじゃなくて、まあ、今回マウンテンパーカーをメンズに着てほしいって考えたら、まあ、ちょっと、まあ、リコちゃんで登山とか別にするわけじゃないから、うん、街中でメンズに来てほしいと思うと、うん、ちょっと派手かなみたいな。そうですね。じゃあそしたら、栄えある第1位の方発表お願いします。18着、こんだけある中で、何が一番かっこいいメンズに来てほしいのか、リコちゃんから見て。ちょっと緊張するな。よし。では、私的トップ5のうちのナンバーワンいきまーす。2番目、クライムライトジャケット、これは可愛いなっていうのが第一印象。これ私でも欲しいって思っちゃうかもしれないです。あの切り返しあったのかなかったのか忘れちゃったんですけど、あのそのなんかあの東京に私住んでた時にその東京にしか売ってないノースフェイスのお店で、その色のマウンテンパーカー女性の出てたんですよ。ちょっと待って、情報が当たってるかは分かんないんですけど、いやでも女子もこんな色は多分出てると思います。でなんかそれ見た時に、自分があえてそのアウトドアのアウター買うんだったら、これかわいいって思ったのがそれだったから、それにしました。なるほどなるほど。やっぱりその女性からパッて見た時に、このバイカラーのあの2カラーっていうやつは結構いいんですね。そうですね。しかもなんか明るいから、さっきのカーキとのバイカラーよりも、うん、ちょっとなんかなんかこうパーッとなんか見える気がする。これは完全に私の女性目線っていうのかな、で選んじゃうと。そうですね、男子でもこれはね人気あるんですよ、両方とも。うーん、色はどっちが人気なんですか。男子、うんうんうん、でもね最近ねこのベージュの方が人気なんですよね、どっちかっていうと。あ、そうなんだ。ノースフェイスのベージュ系は毎年完売するんですよ、うん、こう結構、まあ今回くすんでる色多かったと思うんですけど、くすんでる色は、うんうん、リオちゃんが個人的に好きなのももちろんそうだと思うんですけど、女子的に見てもやっぱり好きな人多いんですかね。あ、いいと思います。男の人はなんかくすんだ色似合うイメージがあるかな、うんうん、私の中って。あのちなみに弾丸は通します、全部弾丸通すのね。100万円以上しても多分通すと思います、今のジャケットはね、まだ。じゃあ負けちゃうんですね、なんかあった時は負ける。いくら払ってももうおしまい、その時は打たれたらおしまい。わかりました。そういった時はじゃあ皆さん気をつけましょう、ちょっと頼りする、はい、ということで
ありがとうございました、出ていただいて。いえいえ、こちらこそありがとうございました。いや、助かりました。また機会があればね、ぜひ次回もまたよろしくお願いします。機会があれば、はい、コメント欄で視聴者の方からまたリュウさんが出てほしいっていうお声がいっぱいあれば、ぜひまたお声かけさせていただきますので、よろしく。なかったらもう私はさよなら。また機会があればよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、すみません、ありがとうございました。こちらこそ。リオちゃんのインスタグラムは下動画説明欄に貼ってますんで、気になる方はぜひぜひ見てみてください。ぜひフォローしてください。今も、若干あれですかね、モデル、以前モデルされてはったけど、今もちょっとモデルのお仕事みたいなこともちょっとされてはったりとかですね、はい、そうですね、前の知り合いの方の作品撮りに参加させていただいたりとかはしてるので、もし何か撮りたいとか何かありましたら言ってください。撮らせていただけるってことなんですね。もう需要があるなら。なるほどね。いや、あると思いますよ。デスクのやつ見ました、ちなみに。あれ恥ずかしいな。あれはちょっとテレビ局の企画でやりました。まず気になる方はぜひそこから見てみてください。いっぱい写真あるので。はい、よろしくお願いします、はい、ということで今日はね、ここで終わりたいなと思いますので、本日は、はい、マウンテンパーカーのランキングをつけてもらったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。またね。